はい、どうもカズマンです。今回はですね、まあ、あの畑の仕組みみたいなのを紹介していきたいなと思います。はい、畑ね、僕最初始めた時全然やってなかったんですけど、初めからやってればよかったなと思いましたね。すごい後悔しました。はい、まずですね、まあ、何が必要かというと畑が必要ですよね。で、畑っていうのが貢献度で交換することになるんですよ。でも1個だけ最初に1個もらえるんですよね、クエストやったらね。まあ何のクエストかっていうと、ここの北部警備キャンプ、ここにいる人に話しかけて、料理のクエストとかやっていくと、料理じゃない、畑のクエストかやっていくと畑が1個もらえるんですね。でもその畑っていうのがすごい小さいものになるので、大きい畑をもらいたいんですけど、この人、この人に畑を借りることができます。まあ畑っていうかフェンスですね。はい。で、強いフェンスっていうのが一番でかくて、一番たくさん育てることができるものになります。はい。で、まずこの人に借りますね。そして畑を設置するんですけど、例えばハイデルだったら、右下の馬のところの横とか、まあ、川沿いとかなんですけど、上の方、わ、すげえな、こんなん置いてあるの。あの、これ嫌がらせですね。これ畑置く嫌がらせね、性格悪い人いますよね。はい、で、この強いフェンスを選択して、ここにポンと置きますよと。はい、で、あともう一個あるので、もう一個も置いていきましょう。はい、というわけで今畑を置いたので、次に植える穀物置いていきたいなと思います。で、取引所ですね。取引所で、せっかく畑なので、草、はい、試しにですね、干し草買っていきましょう。1,2,3,4 と。で、あと時、やっぱ過疎ってやべえな。小麦ですね。はい、を買っていきます。で、他にですね、成長を加速させるために、肥料っていうのがあるんですね。で、その肥料を取ってきておくんですけど、この肥料の作り方に関しては検索してください。もちろん、はい、一番いい肥料、有機質肥料ですね。これ、強いフェンスに対して2個ぐらいでちょうどいいので、今回2個置いたので4個持っていきます。で、あと水ですね、生成水も同じぐらい4個持っていきます。時間帯によってとか、全然水がね、地下水がない時とかですね、まあ、成長がすごく遅くなってしまうってことがあるみたいなんで、まあ、一応これも準備すると。まあ、なくてももちろんできます。はい、で、さっきの畑まで戻ってきて、はい、真ん中の方に行って R ボタンを押します。それでですね、干し草っていうのを買ったので、これを置いていきます。で、これを置くことによってどんなことがあるかというと、牛が来てですね、牛の肉と牛のミルクが取ることができるんですね。干し草っていうのは、この強いフェンスに対して、強いフェンスっていうのは10個置けるんですけど、1つにつき4マス使ってしまいますよと、10分の4使ってしまいますよと。で、それ2つ配置してるので10分の8ですね。で、あと2個置けるので小麦を植えておきます。小麦とかはですね、説明で書いてあるんですけど、庭園に設置するとき1マスを占めるということですね。で、干し草の場合は4マスを占めますよ。なので、これで4、4で8で、11で10ってことですね。はい。
配置終了します。で次こちら、こちらも同じように星草を置いていきます。で余ってるのでこれを置いていくという感じですね。はい、でこの後なんですけれども、はい、この小麦に話しかける、まあ、小麦に向かって R ボタンを押すと現在の温度と湿度、それに地下水とかあと肥料の状態っていうのを見ることができます。はい、でですね、肥料の状態見ると今ゼロなんですよ。まあ、ほぼない状態で、水は 0.73% なんで、水と肥料を追加していきたいなと思います。単純に畑の上でですね、I ボタンを押してアイテムを開いて、肥料を一回クリックすると、そうすることで肥料が一気にバッと上がる。でもう一回押すと、はい、これでマックスになりましたね。で、あと地下水が 0.73% なんで生成水を入れていきましょう。はい、生成水を入れることによって一気に上がりましたね。はい、もう一回入れていきましょうと。はい、これでほぼねマックス状態になりましたと。でもう一個の畑も同じようにしていきましょう。確かね、肥料とか水をいい状態に保つことで、特級とか上の状態のものとかね、あと副産物が取りやすくなるらしいです。はい、確かね、ちょっと間違ってたらテロップで入れておきます。あ、キャンプ消えた。はい、というわけで畑はですね、こっから待たないといけないんですね。はい、でも待つ間に、待つっていうのはログアウトしちゃったらダメなんですよ。ずっと放置とかで存在しないといけないんですよ、このサーバーの中にね。なのでそのまま放置するんですけど、そのまま放置するとこの小麦とかに虫とかがついちゃうんですね。あと枝取りとかしないといけない。まあそういう場合にどうするかというと、左の畑をクリックで、労働者リストのリストをクリックして、で適当に今ハイデルにいる労働者をクリックして作業開始っていうふうにします。でこちらもですね、もう一個の畑の方ですね、ジャイアントで作業開始ということでしますね。これによって、まあ、虫がついたりとか、まあ、そういうのを防いでくれますよというふうになります。はい、ただですね、労働者ゴブリンを選んでしまうと、どうしてもですね、ゴブリンっていうのは作業スピードは速いんですけど、数をこなすことができないので、まあ、速攻ゴブリンが疲れちゃうので、こういう場合はですね、人間もしくはジャイアントを使った方がいいと思います。はい、でこのままですね、牛はともかく小麦があと3時間半ぐらいでできるので、3時間半ぐらいに、3時間後にスキップします。それではカット。はい、どうもこんにちは、ガスポンです。3時間後と言いながら3日経ちました。はい、まあ、時間が進むのはね、畑もなんですけど、労働者もなんですけど、ログインしてる時だけなんで、ね、最近ね、他のゲームばっかりやってるんですよ。はい、というわけで3日後なんですけど、まあ実際はね、ほんとは3時間ぐらいで済むんですけどね。はい、というわけで左上のこの菜園のマークを押したらですね、はい、小麦は 120% まで育ちました。はい、両方2つの畑とも一緒ですね。でも干し草の束っていう牛、ちょっとうるさいな、牛は植物と違ってね、かなり時間がかかるので、まだまだって感じですね。まあもちろん植物によっても育ちの速度っていうのが違うらしいので。はい、というわけで収穫の方法なんですけど、R ボタンを押せば普通に収穫することができます。はい、で今回高級を置いたのかな、高級が50個取れました。で次ですね、また収穫してもいいんですけど、収穫じゃなくて品種改良ということができます。 F の5のボタンを押すと、
同じように収穫のモーションに入るんですけれども、はい、取れるアイテムが苗になりますね。これ苗が1つの苗から2つ増えたってことです。運が良ければ4つ出たりするし、で他にもレアリティの高い魔力の実とか感じみたいな感じのものとかね、そんな感じのもの、ごめん全然名前忘れてたんだけど、芳醇の実とかそんな感じだったかな、が取れたりします。今のね品種改良だったらね。はい、で他のやつも収穫していきましょう。はい、でごくまでにねこういう風に、特級小麦とか入ってきます。特級小麦が5個、本当は高級の小麦を育てたのに特級小麦が5個入ってきて、高級小麦が51個入りましたよと。はい、でまた収穫していきましょう。はい、今回52個ですね、まあ、基本50オーバーでしたね。ちなみに今 120% だったんですけど、100% 以上になると収穫することができます。すごく曖昧で申し訳ないんですけど、つい最近のアップデートでリマスターぐらいのアップデートで、この収穫がですね 101% 以上 199% 未満が、収穫できる確率が一緒だったかな。だから、まあ、つまり 101% 以上を 199% 未満の時に収穫すれば一番取れるですかね。で 200% に達成すると収穫できる量が、かなり少なくなってしまうっていう感じですね。体感15とか20とか、まあ、その辺ぐらいまで下がってしまいます。はい、まあ、なのでね、植物系はまあ、なるべく早めに収穫した方がいいんじゃないかな。 100% 超えたぐらいでなるべく早めに収穫した方がいいんじゃないかなと思います。はい、であとですね、牛なんですけど、これは逆にですね 200% に近い方が、たくさん取ることができます。もう今ね実際終わってないので取ることできないんですけど、 200% に近ければ近いほど牛のミルクがたくさん取れるようになりますね。でちなみに牛を収穫すると牛肉も一緒に取れるので、すごく楽になります。牛肉っていうのは料理とかにも使えるしね、うん、であと畑要素にかかしとか水路っていう要素があるんですけど、これは本当全く無視していいと思います。はい、まあいろんな攻略サイトとか、探したんですけど、無意味だよねっていう感じで書かれてるので、それ自体も耐久度があってね、すごくめんどくさいものなので作るの簡単なんだけどね。作りたい場合はですね、拠点の木工工具、木工工房でかかしを作ることができます。まあ、何が必要かというと、丸太10本とブラックストーンの粉末10個でかかしができます。で水路は丸太2個に川の水を満たした瓶8個でブラックストーン1個で、労働者を使ってね作ることができますよということなんですけど、カカシっていうのは鳥の被害から守りますよってことなんですけど、鳥の被害っていうのがほとんどないので関係ないです。で水路、水路っていうのがですね、一番最初に3時間放置するよって言った前に水をまいたと思うんですよね。はい、これですね、地下水。で地下水が今 0% なんですけど、この地下水がだんだん放置してたら減っていくんですよ。まあ、減っていくっていうことは、つまり成長速度が遅くなるってことなんですけど、なんですけど、水路を設置してもですね、所詮、減る速度を減らすだけで、いずれですね、100% になる時点で水路の意味がなくなってきて、もう 0% に大抵なってるので、カカシも無視していいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回は畑での収穫方法、以上です。これはですね、畑で金作するっていうのはなかなかレベルの高いことで、まあ、どういう風にレベル高いのかっていうと、大量に畑を設置して苗を売るっていうのが畑の金作になります。はい、牛がうるさい。なのでちょっとあんまりおすすめはしません。はい、貢献度、これ1マスで10個なんでね、貢献度10個消費するんで、それするぐらいならちょっと他のしようよっていう感じになっちゃうのでね、うん、取引所で買って加工してめちゃくちゃ値段高くして売るっていうのは全然プラスになるかもしれないですけど、大量にやればね、ち
ょっとこればっかりは1個3万程度しか売れないので、しかも数量も、最大でも20個ぐらいかな、20個30個ぐらいになって、かなり量も少なくなるので、畑での金作っていうのはあまりおすすめしませんが、畑で金作してそういうのをぐるぐる回してくれる種とか特級の種とかをぐるぐる回してくれる人は神って言われてますね。はい、というわけで今回はこのぐらいになります。次回はですね、初心者のための金の稼ぎ方、まあ意外と知らないというか、まあ、上級者の人はね大抵知ってると思うんですけど、あんまりこのゲーム自体に興味がなくて普通にやってるよって感じの人は知らないかもしれないっていうような情報を出していきたいなと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価チャンネル登録の方お願いします。それではバイバイ。